寺子屋レディオということで、やっていきましょう。はい。寺子屋サリー、寺子さんでございます。ラジオ番組、始めました。はい。このラジオ番組はですね、皆さんのコメント投稿で、成り立っていく、ラジオ番組でございます。もう、なんでもいいです。今回、初回なので、皆さんなんか適当に、この動画にですね、コメントしてってください。どんなことをコメントすればいいのかっていうことなんですけども、例えば、学校あるあるですとか、勉強あるあるですとか、あとは皆さんが考えた、暗記の語呂とかね、暗記の仕方とか、そういったものをぜひね、コメントに書いていただければなと思います。ただ条件があります。ここのコメントにですね、投稿したものは、このラジオで使われることがありますので、そこだけ、ご了承いただければと思います。はい。まあ、一応、どういった方が考えたのか、どういった方がコメントしたのかっていう意味でね、アカウント名もですね、読み上げますので、そこだけご了承いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。まあね、初回のラジオどれぐらいの長さにしようかなとは思ってるんですけれども、まあ、とりあえず10分にしてみようかなと思って、まあ、ネタがね、どんどん出来上がっていって、まあ、ラジオでですね、話せる内容が伸びていけば、まあ、30分、まあ、1時間ぐらいのですね、ラジオ番組の動画を作っていこうかなとは思っております。まあ、初回はですね、ネタがないうちはですね、10分ぐらいで済ませていこうかなとは思っております。はい。まあ、特にネタは考えてはないんですけども、まあ、10分なんで、あと8分ぐらいなんか適当に喋ろうとは思いますが、まあ、もう受験シーズンね、もうほぼほぼ終わったので、まあ、動画上げていくのは基本的な基礎動画とか、そういったものを上げていこうと思います。ナンバリングつけてですね。もしくは、単元ごとに上げていこうとは思っています。まあ、適当に作ってるって言ったら語弊がありますけども、即席でですね、いろいろショートどんどん上げてるんで、誤字脱字とか間違いがね、増えていくと思うので、ぜひご指摘いただければと思います。本当申し訳ない。字汚いとかね、よく言われるんですけども、癖直せとかね、よく言われるんですけども、直していきます。直していきたいと思うんですけども、まあ、毎日ね、それなりに2、3個開けていこうかなとは思ってますんで、まあ、多少間違ってたら、本当ご容赦いただければと思います。まあ、ご指摘いただければですね、またいつかですね、差し替えて、動画は作ろうとは思ってはおります。はい。あとね、ぜひね、活用してほしいのがコミュニティ欄とかですね、活用していただければなと思います。今適当にですね、アンケートとかね、取ってはいるんですけども、それ以外にもですね、4択問題とか5択問題みたいなものをね、どんどんね、コミュニティにも上げていこうとは思いますので、ぜひそれ活用していっていただいて、ご自身のですね、勉強に役立てていただければなとは思います。資格系の動画も、まあ、簿記とか、ファイナンシャルプランナーとか、あと、宅建とか行政書士とか、それともね、比較的取りやすいような資格もですね、順次、上げていってはいるので、ぜひそれも活用していただいてですね、受験は受験。あとはその、就職した時、もしくは就職した後、自分のスキルを磨いていくっていうものにですね、ぜひこのチャンネルを使っていただければなとは思います。はい。あとは皆さんでね、ですね、いろんなことを共有していく場にもしていただければなとは思いますので、こういう、テラコヤレディオをですね、活用していただいて、
いろんな情報を共有していただいて、皆さんのモチベーションを上げていただければなとは思いますので、はい。勉強もね、真面目にやるのも大事なんですけども、楽しんでやるっていうこともね、ある程度ふざけてですね、語呂合わせでね、覚えていくということも大事ではございますので、本当ですよ、本当大事なんですよ。楽しく学んでいきましょうよ。学んでいくならばね、やはりね、完璧主義にならずにね、覚えていきましょう。はい。いろんな方がですね、面白おかしくですね、参考書作ったりとかしてますよね。あんな感じでいいんですよね。変に小難しくならずにね。はい。まあ、外国人の人もですね、ぜひね、こういったテラクやレディオなどのですね、コメント欄にはね、ぜひ参加していただければと思います。ぜひ国際交流もしていただければと思いますので、はい。まあ、順次字幕もですね、日本語を含め、作っておりますので、まあ、英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、いろいろ作っておりますので、全世界の人がですね、このチャンネルを見れるように、学べるように、何年かかるかわかりませんけども、頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、ここまで喋ってですね、まだ6分40秒とかなんですよね。はい、あと2、3分喋んなきゃいけないんですけど、どうしようかなっていうところではありますけれども。何も考えてないとですね、なかなか喋るの難しいですよね。まあ、ねえ、とりあえず、チャンネル登録者をですね、1000人行かせたいっていうところはありますのでですね、もし皆さん気に入っていただいてチャンネル登録していただけるようであれば、ぜひ友達にもですね、寺子屋スタディっていうチャンネルがあるんだよ、面白いんだよってね、伝えてあげていただければと思います。ね。チャキチャキとですね、1分で学べた人は1分のショート動画を見ていただければいいと思いますし、横動画でじっくりですね、パソコンで見たいっていう人も、にもですね、対応しておりますので、ぜひね、見ていただければとは思います。まあ、毎年度同じようなことを繰り返していきながら、私の喋りも鍛えていきながら、パワーポイントでね、作ったりとかしてますので、そういったものもクオリティ上げていきながら、ですね、皆さんとですね、知識を、研磨していこうとは思いますので、よろしくお願いします。はい。いや、それにしてもですね、3月近いというのにですね、今日録音しているのが2月のですね、14日です。バレンタインデーなんですけどもね、はい。まだ寒いですね、はい。3月になったら暖かくなってくるんですかね、はい。暖くなってきたらですね、G とかも出てきますのでね、皆さん気をつけてくださいね、はい。そんな話はどうでもいいんですよね。でもそろそろ終わるかなと思ったらまだ8分40秒ぐらいなんでね、あと1分ちょっと喋んなきゃいけないんですけれども、何でしょうかね。特にないんで、なんかジングルとかね、そういったものを作っていこうと思います。本当にラジオみたいな形で、音楽短いのつけたりとか、オープニング、エンディングとかっていうのを作っていこうと思いますので、このテラクガレーリーをですね、皆さんの協力が必要になりますので、ぜひね、コメントをですね、いろんなことをつぶやいてください。学校あるある、勉強あるある、皆さんで考えた語呂ですとか、そういったものも構いません。何でもいいのでコメントをですね、書いていただければなと思います。はい。ということでですね、残り30秒。残り30秒なんで何か歌おうかなと思ったんですけども、ね、あまりですね、歌は上手くないので、歌わないで終わりたいと思います。残り10秒ですね。
はい。ということでですね、このチャイクラレディを見てくださってありがとうございます。次回につながりますように、コメントの方よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。